い谷の中をトロッコ列車がゆっくりと進んでいきます。こちらは富山県黒部川沿いを走る黒部峡谷鉄道トロッコ電車です。皆さんこんにちは、中川町登山隊の隊長です。今回は自然いっぱいの黒部峡谷を走るトロッコ列車の情報やおすすめのハイキングコースで沿線のお楽しみスポットを巡ったり、さらには地元の食材を使った美味しいグルメ情報もありますよ。それでは早速魅力いっぱいのトロッコ列車ハイキングへ行ってみましょう。こちらはトロッコ列車の始発駅となる黒部峡谷鉄道宇奈月駅です。宇奈月駅までお車でお越しの場合は北陸自動車道黒部インターチェンジを降りて一般道で約20分です。駅前に駐車場があります。約350台が止めれて普通車1日1000円です。公共交通機関をご利用の場合は富山地方鉄道で宇奈月温泉駅までお越しください。駅を出たら看板に従ってトロッコ電車乗り場へ向かいます。富山地方鉄道宇奈月温泉駅から歩いておよそ200メートル、こちらが黒部峡谷鉄道宇奈月駅です。ここからトロッコ列車に乗ります。では早速中へ入ってみましょう。トロッコ電車に乗りますよ。行きましょう。駅に入ったところに無料の散策ガイドがありましたよ。ガイドブック。おう。トロッコ列車の駅は全部で10あるんですが、そのうち一般の人が乗り降りできるのは宇奈月、黒薙、金釣り、欅平の4つです。あとは工事関係の方などが使われるようです。料金はこんな感じです。宇奈月から黒薙まで大人片道660円、金釣りまでは1410円、終点の欅平までは1980円です。私たちは終点の欅平まで行くことにしました。乗る時間を決めて切符を購入します。往復割引はありません。ここで買うね。列車の時刻表は時期によって変わります。私たちは9時発の列車で欅平へ向かうことにしました。発車10分前、改札が始まります。客車はトロッコ以外にも窓付きのタイプもあります。こちらはリラックス客車で乗車券にプラスして530円が必要です。機関車は電気で動いています。一般の機関車よりも小さくて可愛い感じですよ。線路の幅も狭くて新幹線の約半分です。私たちは2号車に乗車しました。乗る車両は決まっていますが、座席はどこでも自由に座れます。黒部川を遡る険しい山あいのルート 20.1km をおよそ1時間20分かけて走ります。皆さんこの声に聞き覚えありませんか？これから皆様の旅のご案内役を務めます、私、地元富山出身の室井茂です。トロッコ列車の車内アナウンスは女優の室井茂さんがされています。さあ、それでは室井さんの案内でトロッコ列車の旅へ出発しましょう。午前9時、列車は帝国通り宇奈月駅を出発しました。宇奈月を出発してすぐに現れるのが新山彦橋です。この橋、沿線の中では一番長く、
166メートルあるそうです。橋の高さはおよそ40メートルあります。列車の渡る音が山彦となって温泉街に聞こえることから山彦橋と呼ばれるようになりました。宇奈月から終点の欅平まではおよそ20キロ、約1時間20分のトロッコの旅です。右手に見えてきたのは宇奈月ダムです。平成13年に完成した高さ90メートル、幅190メートルのダムです。こちらに見えてきたのは宇奈月湖、エメラルドグリーンの湖面のはずだったんですが、大雨の後などで湖面が濁っていることもありますが、そんな時はごめんなさいね。はい、この日は雨上がりだったので濁っていて、エメラルドグリーンの湖は見れませんでした。列車はいよいよ山と峡谷と先人たちが作った建造物が織りなす黒部ならではのダイナミックな風景の中に入ってまいります。湖上に浮かぶヨーロッパのお城のようなこちらの建物は新柳川発電所です。発電所の前にあるのが柳橋駅。列車はここで停車しますが、一般の人は降りることができません。すぐに発車します。次は堀石です。柳橋を出て右手に見えてきたのが猿橋です。名前の通り猿専用の吊り橋です。どうです、猿さんいましたか？猿橋ではお猿さんに会えませんでしたが、他の場所で出てきてくれましたよ。猿橋の次に見えてきたのは仏石です。かつて山に入る人たちが安全を祈願したとの言い伝えがあります。宇奈月からおよそ25分黒薙に到着です。こちらは一般の人も降りることができます。黒薙駅から20分ほど歩けば黒薙温泉があります。さあ次の駅を目指しましょう。室井さん解説お願いします。次に渡る青い鉄橋は後引橋。昔ここを通って山に入った人はあまりの谷の深さに思わず後ずさりしたそうです。そこから後引橋と呼ばれるようになりました。河原からの高さはおよそ60メートル。後引橋から左手に見えるコンクリートの橋は水路橋です。黒薙駅を出発した後、列車は笹平、足平へと進んでいきます。こちらの駅も一般の人は降りることができません。出し平駅を過ぎて見えてくるのがこちら、出し六峰です。山頂が6つの峰に分かれているそうですが、ちょっと分かりにくいですね。さらにどんどん進みますよ。猫又駅を過ぎて見えてきたのは、右前方に見えてきた山は東出釣り山です。名前の通り寺の釣り鐘の形をしているでしょ。こちら東金釣り山の標高は759メートル。尖った山が多い黒部峡谷の中で、東金釣り山のような丸みを帯びた山は珍しいそうです。黒部峡谷鉄道はもともとは電源開発のために作られた鉄道でした。そこを今はトロッコ列車が走っています。険しい山の中を走っていて、トンネルの数は41もあるそうです。列車は金釣り駅に入ってきました。こちらは一般の人も乗り降りできる駅です。駅の近くには万年雪が残っていたり、河原に露天風呂もあります。金釣りを出発したらおよそ20分で終点の欅平です。
トロッコの旅もあともう少し。先ほどまで右手を流れていた黒部川が左手に見えてきました。車列により先は左側が川側になります。宇奈月からおよそ1時間20分終点の欅平に到着しました。ご乗車ありがとうございました。終点欅平です。鎖を自分で外しております。トロッコを降りて右側に改札があります。欅平駅の改札の手前にあるのが欅坂。46? あのアイドルグループと同じ名前のついた坂がありました。トロッコ列車の乗車切符が欲しい人は、記念にもらえるんですか。はい、ありがとうございます。駅員さんに言えば向こうのハンコを押してもらっていただくことができます。さあ、それでは欅平周辺を散策してみましょう。駅の前に案内してくれる人がいましたよ。無料で周辺の情報を教えてくれます。私たちが気になったのは人食い岩。恐ろしい名前の岩です。一体どんな岩なんでしょうか。人食い岩を食いにレッツラゴー。どんな岩なのか確かめに向かいます。人食い岩へ行くにはこちらの奥金橋を渡っていきます。すごいね、川の迫力が。なんかすごい。橋の高さは34メートル。黒部川の本流にかかっています。すごいな、高いね。下見たら足がすくんでくるな。すげえ V 字渓谷。さらに進むと、こんな手がいっぱいある。弁慶温泉から先に行く場合はいるんだ。人食い岩は弁慶温泉の手前なので、ヘルメットなしでも大丈夫そうですが、心配な人はかぶってください。さあ、カメラを振るとこちらに見えてきたのが人食い岩です。さあ、早速行ってみましょう。人食い岩に食われます。ご覧ください、こちら人食い岩の様子です。岩が迫ってきて圧迫感があります。マダム隊員、天井を押し上げています。すごいね、これすごい。ガオーガオやね。ガオーガオっすね。こちらの人食い岩、岩肌をくり抜いて道を作られたそうです。人食い岩に食われた後はさらに先に進むことにしました。ガオやな。ガオやね。岩からしばらく歩くと現れたのが奥金山トンネルです。暗いね。トンネルの中もどんどん進みます。あ、電気ついてるやん。全然明るいよ。トンネルを抜けてやってきたのはこちら、欅平から歩いておよそ15分の名犬温泉です。深い山あいに佇む秘湯のお宿です。名犬温泉は日帰り入浴もできますよ。料金はこちら、大人800円、子供は550円です。食事もできるということなので、こちらでいただくことにしました。こちらメニュー表です。お蕎麦にイワナの塩焼き、牛丼もあります。隊長が注文したのは地元の山菜を使った山菜そばです。お値段900円。マダム隊員はかけうどんに天ぷらをのせれば山菜天ぷらうどん。地元で採れた山菜を使った天ぷらの盛り合わせ、お値段850円。そのお味は、みょうがの葉っぱいただきます。
風味パリパリ、おお、ほんまパリパリ、うん、黒部峡谷の見えるお部屋で地元の山菜を使った天ぷらにお蕎麦、美味しくいただきました。満足満足、うん、お腹も膨れたところで、うんうん、さっきのあの駅の下のところの足上へ行きましょう。行く、はい、昼を食べた後は欅平の駅のそばにある足湯へ向かいます。足湯行きます。ここから足湯へ向かってどんどん階段を下っていきます。欅平の駅から歩いておよそ5分のところにある河原展望台足湯です。名景温泉からはおよそ15分で到着しました。協力金200円を払って入ります。入った。お湯は近くの源泉から引いてるそうですよ。どう気持ちいいよ。気持ちいい、こちらの足湯は午後3時で終了です。眺めのいい足湯でハイキングの疲れも吹き飛びました。足湯でのんびりしたマダム隊員ですが、なぜか欅平の駅へ急いで戻っています。だって、うん、チーズケーキ食べたいんやろ。美味しいスイーツを食べたいですね、はい、計画性のない2人は急遽宇奈月にある幻のチーズケーキをいただくことにしました。人気のチーズケーキなので売り切れる恐れもあるので、急いで宇奈月へ戻ります。急いで、電車に間に合わないよ。急いで。帰りの切符も買ってなんとか電車に間に合いました。宇奈月へ戻ります。宇奈月へ戻るには実際はトロッコに揺られて1時間20分ほどかかるんですが、編集してあっという間に宇奈月です。宇奈月の駅から向こうの鉄の駅やんね。はい、チーズケーキのお店は富山地方鉄道宇奈月温泉駅の1階にあります。幻のチーズケーキが幻にならないように急いで向かいます。こちらが幻のチーズケーキのお店、アルペンチーズケーキです。さあ、果たして幻のチーズケーキはまだ残っているのか。マダム隊員がその先で見たものとは。はい、まだありました。こちらが幻のアルペンチーズケーキです。賞味期限はわずか10分ということで、お店に来ないと食べることができません。果たしてそのお味は？どうすか？クリームみたい。クリームみたい。ふわふわんと消えた。さらにこちらのチーズケーキにはラズベリーソースがついています。早速かけてみましょう。一体どんな味になるんでしょうか？うん。あ、おいしい。あ、そう。違う。全然違う。全然違う。風味が増した。風味が増した。味が深くなった。味が深くなる。うん。ここでお得な情報。モンベル会員の方はメンバーズカードを提示すると、こちらのお店のオリジナルステッカーがいただけます。お店の営業時間は10時から18時まで。水曜と木曜が定休日です。スイーツを食べた後は駅周辺を散策することにしました。さすがは温泉街、駅前の噴水は温泉が出ています。めっちゃ暑いよ。そりゃそうやろ。めっちゃ暑い。街のあちこちにはトロッコがいっぱいです。あ、ここもトロッコや。おー、人がちゃんとお客さん、お客さんおるね。こちらは宇奈月駅前にあるトロッコ広場です。
ここにもあるよ。機関車に触れることもできますよ。何やってんすか隊長。電車止めてる。こんな写真も撮れます。電車好きのお子さんもきっと大喜び。そして最後に向かった場所がこちら、宇奈月駅から歩いておよそ5分のところにある山彦橋です。昔はこの橋をトロッコが走っていたそうです。山彦橋の向かいには現在トロッコ列車が走っている新山彦橋があります。ここからの眺めは富山ビューポイントになっています。ここからの景観は県民の貴重な財産です。ここですね、ここがビューポイントですね。うわー、橋の下見えるで。なんとここ、ここから橋の下が覗けるようになっています。そうこうしていると新山彦橋にトロッコ列車がやってきました。さすが富山ビューポイント、切り立った峡谷にかかる橋の上を走るトロッコ列車、本当にいい眺めでした。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画もご視聴よろしくお願いします。